キラキラ放送終了後の反省会でございます。こっちも開始します。キラキラ放送終了後の反省会でございます。本日もご覧いただきまして、そしてご参加いただきましてありがとうございます。ツイキャス、そしてユーストリーム、画像、そして音は大丈夫でしょうか。言ってますか。ちょっと見てみますか。言ってますか。このツイキャスどうですか。こっちで見る限りでは大丈夫そうですけどね。ちょっと様子見てみましょうか。そして、よくその操作覚えてましたね。まあそうですね、もう私の半分はキラキラでできてますから、そう全然できます。もうパソコンの方の操作ですね。源平さんありがとうございます。こちら来てますよということで大丈夫そうですね。はい、大丈夫そうですね。これで大丈夫。はい。ツイキャスどうですか。ツイキャス、銀平さんはこちらは来てますよということで、私の iPhone 君も来てるから、まあちょっと来てないという方いらっしゃいましたら教えてください。エクシーンさん反省会ですねということで、梅坊さん入院珍事件聞きたいですということで、ツイキャス大丈夫ですということでありがとうございます。ありがとうございます。いやー、あのね、あとまだちょっと読めなかったタイムラインの方もね、宮城さんが、ナムコの CM、うん、あの大輔さんが本放送で言ってた CM、そうナムコの CM ですねと。そうそうそう、ゲーム機マニアの主人が教えてくれました。そうそう、それそれそれ、ご主人ゲーム機マニアの、よくご存知だ。たまたま見たんです。これ源平さんのこれなんですか。空想とうまる子、うまる子ってあれかな。空想と埋まる子をかけてあるんですよっていう。宮城さんも夏井さんのキャッチコピーって、あれ大輔さんのキャッチコピー何でしたっけ。この埋まる子かかってましたっけ。埋まる子かかってましたっけ。さっきのキャッチコピー、いや、かかってるの。ちょっともう一回そのさっきのキャッチコピーお願いします。なんだっけ、だから空想となんちゃらの世界へみたいな、空想の世界へみたいな、空想してから眠りましょうだかなんだか、うん、うまる子かかってる。あれ、結局よかったら覚えてたら教えていただければと思います。うまる子かかってるやつだから。クシンさん、入院事件1時間じゃ語れないですよねってこと。まあ、1時間じゃ語れないっす。いいよ、だから今週と来週とか、その次とかもうやっちゃって。フールハミットさん、可愛い看護師さんいましたということで、これね、じゃあそこからいきますか。じゃあまずこの看護師さんからいきましょう。 あの、まあやっぱり老若男女、男はいなかったな、うん、老若問わずいまして。女性の方が大半だったんですけど、これ僕の情報もありますかね、可愛い看護師さんいました。僕の中では2名ほどいますでしょ。で、1人はギャルです。僕もね、うん、あの、お見舞い行った時にね、うん、あ、これはもう、あのなと思って。一人は黒髪の、あと、なんか、ディーラーさんと付き合ってた人で、今は付き合ってない看護師さんがいるんです。もうそこまでしゃべって、めっちゃリサーしてる。もうゆいな。違うんです。あの、僕が聞いたんじゃなくて、お同部屋のお父様たちが、やっぱり話す、そういうの話好きなんですよ。うん、もう大半日常で下ネタ喋ってるか、うん、あの、その、セクハラするかどっちかなんです。大体お父さんたちは。それで若い綺麗な人を見かけると、でもそういう話ばっかりするんです。で、ちょっとついでに僕も話に入ったんですけど、ディーラーさんと付き合ってたんですけど、うん、意見の食い違いでやっぱりちょっと別れたということで、一人別れた方、もう一人そのギャルの人とはあんまり話できなかったですね。どっちかっていうと外来の看護師さんだったんで、たまにしかこっち来なかったんで、まあ可愛い人、僕の中では2人で、まあ、もう一人可愛らしい人、もう一人いた。大体やっぱりあの界隈に住んでらっしゃる方なんで、うん、まあ、あの界隈に住んでるってことも知りました。
で、焼きミルモさんが、空想とう、あ、今わかった、空想とう、うってなんですか、さっきのキャッチフレーズ、空想とう、気になる空想とう、ちょっと調べてみます、キャッチフレーズ、うん、空想とう、ゲーム、キャッチコピー出んのかな、出たら怖いな、空想ゲーム、空想島、空想島っていうゲームですか、あ、違いますでももしかしてね、空想島、普通にあれスターラスターとかそんな感じのゲームだ、スターラスター、スターラスターキャッチコピーにしますか、スターラスターじゃないかな、あれスターラスター、それファミコンですか、ファミコン、ファミコン、スターラスターのコマーシャルだったと思うね、キャッチコピーは空想してから寝てください、空想してから寝てくださいの空想がね、うん、埋まる子の方ってことね、あーそういうことか、あーそういうこと、うん、空想の空想が埋まる子、うん、埋まる子してから寝てくださいね、あーそういうことゲームでも何でもなくなっちゃったもうね歯磨いたかそっちの世界クソして寝ろよっていう、ね、時代にもその時代にじゃあ本題いきましょうか、銀平さんも書いてくれてましたね、生まれ越してから寝ろとということですね、うん、銀平さん先に書いてくれてた、空想とクソですって書いてくれてた、あのね、もうね、メモ帳に書かなきゃ分かんないぐらいのもういろいろで、まあ、僕がね、あの入院した場所っていうのは結構そのやっぱり緩い感じというか、まあ、時間に対してもそうですし、物に対してもそうですし、結構緩やかな感じだったんですね。で、あの入院した当時、まず当初ですね、入院した日にあの薬の数を数えたいっていう話になったんですよ、まず。で、僕は、まあ、やっぱり痛み止めとか、あの結局治療方針としては、まあ、自然治癒が一番いいんじゃないかと、なんか結構手術するした方がいいかとかなんかいろいろ言われてたんですけど、まあ一旦ちょっと様子見て、自然治癒で様子見て治っていくようだったらいいんじゃないかって、まあ年齢も年齢なんで、とまだ若いんでって言われたんで、で、まあ痛み止めとかもらってたわけです。で、痛み止めを外来でもらってたんですけど、まずその外来でもらってたやつを入院棟の病棟の方で数えさせてくれと言われたんですね、うん、で、じゃあそれを渡したんです。で、その薬の数をまず数えれなかったんですよ、看護師さんが。あ、はい、あのなぜ数えれない、なぜ数えれない、まず。で、しかもそんな多くなかったです。あの錠で言うと20錠もなかったです、うん、20錠もなくて1日3回飲みます、うん、何日分あるかっていう計算がまず分からなかったらしくて、うんうん、ちょっとというかだいぶ不安を感じたんですよ、僕は、うん、そうだね、そうだね、それはね、うん、まず数えさせてくださいっていうから出したんです、うん、で、そしたらその薬の数は数えれなかったです、うん、あ、これちょっと梅子さん3日分ぐらいですねとかってぐらい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 って言われたのもそうだし、3日じゃないんですよもうその時点でちょっと、いや、そうなんですかねみたいな、うん、いうふうなのからちょっとまず不安を感じたわけです。そこからがスタートなんですけど、うんうん、で、その入院した日にあと血液検査みたいなのもするらしいですね、うんうん、で、血を取られたんですよ、うん、で、血取られて、うん、で、脱脂綿を、まあ、そのよくベッドに、うん、ベッドのところに置いてあるテーブル、なんて言うんでしょうね、あのテーブル、あー、うん、なんか、うん、あれだ、ベッドの上にも置けるような、そうそう、うんうん、片足だけしかついてない机、うん、あれの上で、まあやってたんですけども、うん、で、血取られて、で、脱脂綿をここに置いてたんですよ、うん、まあ、拭くためにね、はあ、で、その脱脂綿を置いてて、脱脂綿は置き去りにして看護師さん去ってたんですよ、すごい忙しそうにして、すごい忙しそうにして置き去りにして、うん、で、看護師さんちょっと待って、脱脂綿忘れてますよって言ったんですけど、無視されたんですよ、うん、無視されて別の部屋行っちゃったんですね、うん、で、その脱脂綿をどうしろって言うんだっていう話になるわけですよ。あ、まあね、うん、で、その血液検査も未だかつてどうだったっていうの言われてないんですけど、うん、結果、はい、で、
で、まだまだまだ不安要素あるんですけど、ラーメンのスープになったりしねえか。その血がラーメン屋だって言ったら、ラーメン屋です。病院ってもう見なしてないから、僕は。そうですね、うん、自由そうでしたからね、うん、で、その次の日ですよ、その次の日、まあ落ち着いてちょっと動けるようになったって松葉杖つきながら、うん、あのご飯、病院食ね、うん、食べた時に僕は配膳そうやって片付けようと思ったんですよ、うんうん、でもただ僕今両方こう松葉杖なわけです。今もそうなんですか。そうです、今もこういう感じで松葉杖ですね、うん、ちょっと全部見ると病院の名前書いてるのあれなんですけど、うん、松葉杖松葉杖、うん、で両方に松葉杖ついてるんですよね、うん、で配膳するの辛いじゃないですか、うんうん、だから僕は片っぽだけで、まあ、右足悪いんで右側だけつっついて左でお盆を、まあそんな距離じゃないんで片付けて行ってたんですよ、うん、でしたら看護師さんに、うん、それ両方でついつかないとダメなんじゃないのって怒られたんですよ、うん、でその別につい両方でついて持ってくればいいじゃんみたいなこと言われたんですね。普通ってあれ、そうじゃなくて片付けてくれるもんなんじゃないですか。いや、僕は今それも言ったからすごい。で、両方ついてどうやって持てって言うんだって話なんです、うん、ね、あのね、そういうのでだいぶちょっと不安が募ってる中、うん、で、看護師さんがそういうのいろいろあって、うん、で、同じ部屋のお父さんたち、うん、同じ部屋のお父さんたちが、あの、まあ、さっきもそのセクハラだなんだっていう話あったんですけど、うん、あの日常的になんかプッププッポ音するんですよ。あ、何の音だろうなと思うんですけど、うん、お父さん方、ええ、で、僕4人部屋にいたんですけど、うん、縦横斜めから空気音がプップップップ聞こえてくるんですね。で、やだよ。で、最初可愛らしかったんですけど、斜め向かいのおじいちゃんは可愛らしかったんです、うん、向かいのが、うん、なんで何が爆発したんだっていうぐらいの音でドガンって言うんですよ。やだよ。ガス爆発じゃん。ドガンって言うし、向かいの人のくしゃみが、大丈夫、向かいの人のお尻からはドカンって言うし、くしゃみもするんですけど、くしゃみがビボタンビボタンってするんですよ。大丈夫。なんでビボタンするんですか。お尻からはドカンって言うし、くしゃみスタービボスターでもやってんじゃない、やっぱり。なんか今日ゲームの話なんじゃないですか。それで関係してんじゃないかっていうぐらいでね、ピーボタンピーボタンって言うんですよ。そんな聞いたことある、今まで。だから本当にで、コンボの時あったんですよ。コンボやだ。ドゥルルとかピーボタンって言うとかって、もうあの何なんでしょうね。寝れないんですよ、まず。あの、だから、それは寝れない。それは地獄だ。日中もそうだし、で、夜は夜で、一番その、おならがおとなしかった斜め向かいのおじいちゃんが、夜中、懐中電灯、多分自ら持ってきたやつなんですよ、あの明るさは。すごい明るいですけど、まあ、1、2時間に1回懐中電灯つけて、めっちゃ眩しくて、せんべいを食べたそうですよ。バリ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 、まあ、消灯は9時なんですよ。だから確かに早いんですけど、そうだね、うん、でもおじいちゃん、あの日中はすごい寝てるんですよ。その隣では B ボタンとか大砲が撃たれてるとにその隣ですげえいびきをかいて寝てるんですよ。日中だからいびきと B ボタンと大砲なんですよ。まずね、で夜中は懐中、それが1週目だと。まず1週目も初日とかでそれ受けてたんで、病院ってすごいとこだなと思って。で、最初は隣のおじさん、あの、おとなしかったんですよ。でも、おとなしかったんですけど、だんだん変わってくるんですけど、で、あ、そう、で、おならのね、話聞いたんですよ。おならの話聞いたんですけど、あの、看護師さんにちょっと相談したんですよ。大砲がすごいと。大砲がすごいとって話をしたら、あの、お尻の肉が厚い人は、うん、音がでかくなるんですって。そのお尻の空気を、うん、空気がお尻で振動して
出てくるから、だからお尻を両手で広げたら音しないぞっていう話をしだしたんですよ。いや、それ聞いたところですよ。でそのコメントを聞いたところでさ、僕じゃないぞ、うん、僕じゃないですよ、その話を聞きたくても。で、向かいのお父さんにそれをどう伝えろって、あなたをおならするときにお尻広げてくださいねって言うのかという話になってくるんですよ、ね、でもめちゃくちゃっすよ。で、斜め向かいのおじいちゃんが、うん、まあいびきがうるさい。で、横の人は、まあ、おならはするけど普通のおならなんですよ。大砲まではいかない、うん、あのライフルぐらいの音なんですけど、プンプンっていう、あのちょっと可愛らしい音なんですけど、で、そうこうしてるうちにですね、エクスチェンジさんが先ほど本放送で書いてくれたんですけど、病院にも事件が起きまして、もともと病院の中にインフルの患者さんがいたんですね。で、2月なので、まあ、やっぱりそれはしょうがないぞと。で、そのインフルの患者さんは個別に隔離されてたんです、別の部屋に。で、別の部屋に隔離されてたんですけど、とうとうその私の部屋に一緒にいた斜め向かいのおじいちゃんが、夜中かな、夜ぐらいに熱がすごい高いって言いだして、38度、39度、で咳もめっちゃしだしたんですよ。かわいそうだなと思ってたんですけど、でも夜中まずせんべいバリバリ食べて、いやちょっと体熱いんだけど、せんべいは食べて、で、夜中にテレビ見てたんですけど、あのイヤホンするじゃないですか普通に。ただ急に夜中にめっちゃなんていうんでしょう、あの CS とかかかるんですよ、そのテレビ、うん、あのテレビカードを入れれば、うん、で、その CS の、多分 CS のだったと思うんですけど、後で分かったんですけど、うん、あの草原、遥かなる草原と虎とかが映ってるような、そのそういうような番組も見てたらしくて、うん、あの何の鳴き声かもう忘れちゃったんですけど、鳥の鳴き声とか急にしだしたんですよ、夜中に。で、そのおじいちゃんは、いやもうしたまんまだったんです。イヤホンしたまま鳥の鳴き声とかがすげえ爆音しだしたんです。で、看護師さんが来てどうしたんですかって見たら、イヤホン刺さってなかったらしくて、耳にイヤホンしてテレビにイヤホン刺さってないままで鳥の鳴き声とかが夜中わめいてたんです。で、38度、39度。で、次の日、全然咳も治らないから、ちょっと、なんちゃらさん、お話失礼しますねってやったらインフル書かせたんですよ。でも、いや自分ちょっと暑いだけなんだけどね、そんな鼻さすのやめてみたいなこと言ってるんですけど、で、インフルだって分かってマジかってなったんです。で、もう病院内がすごいバタバタしだして、で、初めて見ましたね、患者さんがベッドごと運ばれていくやつ初めて見まして、あ、そう、エクシェンジャー多分そうです、 CS はディスカバリーチャンネルから、ね、多分そういう系のやつですね、はいはいはい、それでなんかサバンナのお口みたいなのとかも言わなきゃいけない、言わなきゃいけないから音しか聞こえないから、言わなきゃいけない、サバンナがやってたのびっくりしました、本当びっくりしました、病棟がサバンナやった、病棟がサバンナやった、で、めっちゃ明るいし、ごめん、おじいちゃんのところがめっちゃ明るいし、せんべいバリバリ聞こえるしたまに対応打つし、ドゥンってなるし、めちゃくちゃです。それで休めないですね、なかなか。で、その次の日、ちゃんと検査したらインフルだってことで、おじいちゃんはベッドごと隣のまた別のとこに行って、すごいなんか、もう本当、模様替えみたいな感じで病院なんかバタバタしたんですけど、で、結局その何日間かはそのインフルので、まあ、隔離されてる人と。で、ただその4人の部屋の中で、そのおじいちゃんだけで、他3人は私たちはかからなかったんですよ。で、隔離されて、でもそのおじいちゃんリハビリで病院の中を歩かなきゃいけないんですよね、足のリハビリで。で、ただ出てこないでくださいって言ってるの出てきちゃうんですよ、おじいちゃんで、言うこと聞かないし、で、病院の中にインフルの菌を撒き散らして、で、ただ病院もね、やっぱり院内感染って分かっちゃうと結構大変なんで、みんなを退院させたがる時期があったんです。もうその次の日のインフルだってなってから、その向かいのお父さんはすごい複雑骨折したらしい、複雑骨折してここになんかこうなんか添え木じゃないですけど鉄の何かが刺さった状態なんですよ。で、まだ完治に3ヶ月ぐらいかかるって言われてるのに、明日退院しませんかって言われてたんですよ。急にね、急に退院させたがって、で、他の部屋とかでも何人か退院してたんですよ、絶対これ退院じゃねえだろって言って退院されてって、それが2週目の話ですよ。すげえとこ来たなと思って。で、院内にマスクと
あの除菌のやつを配るわけですよ、うん、でマスクは1枚19円ですと、うん、お金取るのかと誰が原因でマスクをしてるんだという話になってくるんですけど、うん、1枚19円です、まあねそうだねうん、ということで、うん、お金を払いながらマスクをするとでもねで、うん、あのそのインフルって分かった午前中の時に、うん、僕次にお風呂入ってたんですよその人の次に、うん、でもインフルかかんなかったんですけどそのおじいちゃんの次に風呂入ってたからマジかってなってて、うん、でもインフルかかんなかったんですよ、うん、だからもしかしたら昔インフルかかった同じ方なのかもしれないですけどね、うんうん、クシンさん入院その4インフル蔓延でラーメン屋の院長が大慌てそうね大将走ったんだろうね、うんあ、そうか、入院書いてくれたんですね、クシーさん。入院その1、看護師かわいい人2人いた。入院その2、外来で看護師さんは薬の数の計算がわからない。入院その3、配膳の時に看護師に怒られる。あ、まあ、そういう流れですよね。いやね、ほんとね、それが2週目ぐらいか。その後どうだったか、それね、だいぶ長すぎていろいろまとめたんですけどね。それなんか、ウェブさんの入院のネバーまとめみたいな。そうですね、ネバーまとめです。でも、あの、隣の人が、コンテンツになってます。コンテンツになってます。そうそう、入院その4とか書いて。あの、隣の人おとなしいんですけど、後半だいぶ牙を向いてくるんですよ。まだそこまでいかないんですけど、で、あ、そう俺それどっかのサイト見てるかもしれない今ね、自分でまとめないと思ってネバーまとめとか見てるのかと思ったら違うじゃん自分の見てるじゃんそうそう、自分のまとめを長かったからもうネバーまとめだと思ったよで、まあ、そうこうしてるうちにドタバタしてて、まあ、インフルで隔離されましたっていう時にで週に大体多くて 2,3 回ぐらい手術あるんですよ、やっぱり、まあ、そんなにでかい病院じゃないですけど多くて、まあ、3、4回ぐらいかな、少なくとも週1は最低あったんですけど、で、あの腰の手術、まあ、その整形外科の中でも結構大きい方の腰の手術を、まあ、1日もう6時間、7時間ぐらいか、やる人の手術があったんですよ。で、その人が腰の手術をして、で、手術をした夜、まあ、コルセットとかも巻いてるし、なんか歩行器みたいなのを持ちながら歩くんですよ。で、まあ、その頃にはですね、あのうちの病室はもうみんなのたまり場になってるわけですよ。だからまあまあそれはそれでもう休めないんです。なんでたまり場？わかんないけど人を寄るようになってきたんです。もうだからその頃にはもうみんなわかんないですけど来るんですよ。なんかあのいろんな食べ物持ってきてくれたりとかもするし、なんかいろんな話をするようになって、まあ、それはそれでもう休めなくなってたんです。あのおならとかは慣れてきたんですけど、おならとかは慣れてきたんですけど、そういうので休めなくなっちゃうんですね。で、その日の夜に。もう普通だったらそんな歩けねえだろうっていう感じなんですけど、もうだってもう70過ぎぐらいのおじいちゃんなんですよね。で、腰をもう1日6時間7時間の大手術ですよ。して、まあ、成功はしたっぽいんですけど、まだ歩けないのになぜか歩行器使って歩いてたんですよ、夜中消灯後に、うん、隣の人は結構消灯後も、うん、いろいろ出歩いたりとかあんまり寝てなかったりとかするヤンキーのおじいちゃんだったんですけど、あ、なんかヤンキーのいたね。そうそうそう、ヤンキーのおじいちゃん。この人の話はもう後半でいろいろ出てくるんですけど、この人ね、この人すごいキャラの方向だと思ったんだよね。キャラの方向の隣のおじさんがいるんですけど、この人まだまだ頭角現してないです。後半だってすごかったんですけど、結構すごかったけど、第一印象で。この人すごいです。窓とかも開け出すんですよ。まだ4人いた時に、ね、窓開ける時とかって気使うじゃないですか、うん、気使うんですけど、まあ、看護師さんに言って窓開けてもいいですかみたいなことを言って、間接的に看護師さんを通して窓開けるみたいな感じ、うん、まだ入ったばっかりの時にね、うん、で窓開けてっていう時に、その時まで全然喋ってなかったのに、うん、窓開ける時に看護師さんが窓開けていいですかって聞いたら、フルオープンって言い出して、何も喋んなかったのに急にフルオープンって言い出して、フルオープン、全然それまで俺が入院して何日か経ってたけど一回も英語を聞いたことがないのに、窓開けるときだけ急にフルオープンって言い出して、フルオープンって言ってるんですけど、フルオープンって言い出したんですよ。もうそっからちょっとただものじゃないなと思ってたんですけど、フルオープンおじさん、フルオープンおじさん、俺の中ではフルオープンおじさんだったんですけど、後半からだんだん印象変わってくるんですけど、でそのフルオープンおじさんが結構徘徊するんですよ。で
夜中結構徘徊してまた戻ってきたり出たりする人だったんですよね。でまたその日の夜も結構出たり入ったりしてんなと思ったんですけど、でとうとうあのなんか喋りながら入ってきたんですよ、誰かと。誰かと喋りながら入ってきて、であの結果的に3人いたんですけど、2人そのフルオープンおじさんともう1人が喋ってるような感じで入ってきたんですよ。で、まあ、いやマジか夜中今日とうとう喋りだしたかって思ったんですけど、であのベッドに行くじゃないですか。でベッドに行こうとしてる中、もそ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 もう1人が近寄ってきてるんですよ。もそ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 近寄ってきて、でどうしたって言ってるんです。フルオープンおじさんにどうしたっていう人が来たんですよ。急に背後に立ってどうしたって言い出して、でそのどうしたって言った人はその6時間7時間長時間にあの手術した人なんです。だ普通であればまだ1日歩いちゃいけない状態なんです。その人が多分寝ぼけたんでしょうね。あの歩行器使ってその人の背後から近寄ってきたらしくて、どうしたって言ったんです。でそのフルオープンおじさんびっくりしたんです。んもうなんて言ったか分かんないですけど結構びっくりしてます。あのどうしたはこっちだろうみたいなやり方してたんですけど、だから本当ね気をつけてください。徘徊する人は何も例だけじゃないです。病院はあのどうしたおじさんがいますから。どうしたおじさんとフルオープンおじさんでしょ。どうしたおじさんにどうしたってフルオープンおじさんが言うんだったら分かるんですけど、どうしたおじさんから急にどうしたってあのもう部屋の中入ってきて言うぐらい、あの伝説になりましたね、どうしたおじさんの。もうねあのめちゃくちゃです。あの、まあ、その次の日ぐらいからすごい痛、まあ、で多分麻酔とか抜けたからだと思うんですけど、すごい痛そうにしてたんですけど、あ、エクシンさんそろそろツイキャス30分ですということで、一旦じゃあ切ろうかな、一旦切って、ちょっともう一回話しますね。皆さんすいません、一旦切らせていただきます。ツイキャスでは切らせていただきます。ね、すごいっすよ。はい、キラキラ反省会ツイキャスでは後半でございます。でまあおじさんたちといろいろそうこうしてるうちにですよ、次なんすか。それはね、2時間特番でしてるぐらいのことはめちゃめちゃありますよ。今結構飛ばしてたでしょ、あの全然まだまだありますから。すごいじゃんこれ。だってまだこれ今まだ2週間目ぐらいの話ですから。すごいね、特番だねこれ。で、そう、で、そうだ、これでも下ネタ、そのどうしたおじさんに対してまたみんな下ネタを話し出すんですよ。あの、どうしたおじさんが何日かしてまた歩行器であの歩けるようになった、落ち着いてね。で、またどうしたおじさんもまたそのうちの部屋来て話するようになった。別の部屋のおじさんなんですか。そう、別の部屋のおじさんです。別の部屋のおじさんなんですけど、で、そのおじさんもまた出入りするようになった時に、そのどうしたの時には、その僕の隣 あのフルオープンおじさん以外にも他の部屋全部に行って、その他の部屋全部に行ってたらしいんですよ。あの他のおじさんから聞いたんですけど、他の部屋のおじさんから聞いたんですけど、うちにも来たよみたいなこと言ってたんですけど、でただどうしたって言いは言ってってないらしいです。他の部屋はなんか部屋の前に立って見渡してただけらしいです。夜中です。だから怖い。だからフルオープンおじさんもびっくりしたんです。あの急に背後に立たれてどうしたって。フルオープンおじさん怖もてなんでしょ。そうフルオープンおじさん結構ヤンキーです。田舎のヤンキーです。でしょ。なのにそのフルオープンおじさんが、うん、びっくりした。あの急に背後からどうしたって言われたんです。それびっくりするんです。で、どうしたおじさん怖いな。そのどうしたおじさんは女性の部屋にも行ったのかっていう話になったんです。で、その時に看護師さんがあの毎回あの食事の前に毎回お茶配りに来てくれるんですよ。で、ちょうど昼ご飯の前のお茶配りにたまたま来てた時だったかな、確か。で、その時にあのこのどうしたおじさんはそうやって徘徊してたんだよって看護師さんと一緒に話してた。で、あのどうしたおじさんは女性の部屋にも行ったのかっていう話をした。で、また隣 あのフルオープンおじさんとか大砲おじさんとかが下ネタを話し出したわけです。で、じゃあ女性の部屋行ったんだったら腰の試運転かそれはみたいな話をしだして。マジかと思って。こんな真っ昼間から。真っ昼間からそんな話するっていう。
で、下ネタを言うおじさんたちに囲まれながらですね、日々を。で、ただそのどうしたおじさんは、いやーみたいな話をしてたんですけど、ネタば覚えてなかったらしいですね、やっぱりどうしたって言ってたらね。うん、で、そうこうしてるうちに、まあ、結構やっぱり僕も1ヶ月いたんで、まあ、立ち代わり、入れ替わりで、まあ、いろんな人入ったり。銀平さん、下関係ばっかりです、ね。そうなんです。だって、周りの方が下ネタ大好き。本当だよ。もうね、看護師さんには、看護師さんには好きから。そうです。だから、若い看護師さん、可愛い看護師さんとか大変だなと思って。だって、隣のフルポンおじさんも言ってました。もう一人のそのギャルっぽいお姉ちゃんと、その黒髪の普通の、可愛らしい看護師さん2人いた時あったんですよ、うん、ちょうどそのインフルの時ですね、うん、バタ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 してた時、うん、その2人並んだらキャバクラみてえだなみたいなこと言ってた。まあ田舎のフルオープンですから。田舎のフルオープンさん、どこがフルオープンなんだか分かんないですよ。まあね、で3週目あたりからだん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 フルオープンモテさんと僕の仲が濃密になってくるんですけど。いやだな、この濃密な時間。そうなんだ。フルオープンおじさんは入院長いんですよ。入院長くて、まあ、僕が退院した後もまだまだ長いんですけど、とにかく暇なんですよ。で、元気なんですよね。腰が悪いんですけど、どっちかっていうとそのリハビリとかで、で、田舎の方なんで、札幌じゃないとこだったんですよ。で、遠くから通うの大変だから入院してるよみたいな感じだったんですよ、どっちかっていうと。だから結構わりかし元気なんです、うん、で、わりかし元気なフルオープンおじさんが、暇なんですね、結局、毎日が。で、何かいろいろできないかってことで、急に、もともとガラケーだったんですけど、スマホを持ち出したんですよ。スマホを持ち出して、すいません、すいません。ダナちゃんが向こうでクソを吐きます、ね、卒業式用のね。ハイヒール疲れるな、うん、もうね、ヒール嫌い。女性のヒールって厳しいよね。履いたことあるんだけどさ、かかと立ちでしょ、ずっと結局かかと立ち、ね、今ギブアップ、すいません、結局すいません、反省会中につま先立ちの状態でしょ、結局。そうなの、ハイヒールって変速だよ、変速、うん、あれ、女性そんな頑張って履くけど大変だなと思う。うん、大変だと思う。男性が求めるからです。僕求めてないですよ。綺麗なものを。大輔さん求めてるんですか。ん？ヒール求めてるんですか。いや、求めてはいないです。求めるから。僕ね、入院中にブーティーの話をしたんですよ。うんうんうん、熱くなってね、女性のそのブーティーってどこまでがブーティーなんだみたいな話をちょっと友達としてた。ブーティーって言ってるだけだ。ブーティーって。うんどこまでブーティーだと思います。ブーティーの中でもピンヒールっぽいやつあるじゃないですか、うんうんうん、あれって BT だね。ビボちゃん、それもそもそも違うね。それもそも違うね。あ、そう、エクシエンさん、そうなんです。マウンテン D もらったのはそのフルオープンオーズです。仲良くなっちゃったとか言ってたの。そうそう、毎日毎日いろんなもんもらったりとか、いろんなことを教える。いい人でよかったね。いや、いい人なんです、うん、基本いい人なんですけど、だいぶすごい絡みがハードすぎてちょっと濃い感じになってるんですよ。絡みがハードって嫌だ。いや、でもそんぐらい、そんぐらいで、足元なんだろうしね。そう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 、でも暇で、で、そのフルオープンおじさんがガラケーだったんですけど、うんうん、スマホに持ち帰ったんですよ、うん、スマホに持ち帰って、いろいろ動画とかを見たいって話をしだして、うん、で、いや、その動画は心配だな。その動画はフルオープンじゃないんで大丈夫。その動画は映画とか。あ、そうだね、うん、エレベーターの話まだまだ先ですからね。エクシェンちゃん。エレベーターの話はまだまだ先です。で、フルオープンおじさんがそのスマホに変えて、もう1日とか2日で制限の7ギガ使っちゃったんですよ。うん、ああ、よくある、うん、そうで、7ギガを使っちゃった後ってめちゃめちゃ遅くなるんですよね、スマホが。で、スマホが遅くなっちゃったからってことで、そのリハビリの先生とかに聞いたりとかして、うんうんうん、なんでこんな遅いんだろう、なんでこんなおかしいんだろうっていう話をしてたんです、うん、で、デイルームみたいなみんなが集まるとこでも結構話をしてて、で、そのフルオープンおじさんと新しく入ってきたWi-Fi おじさんっていうのがいるんですけど、その Wi-Fi おじさんがそのフルオープンおじさんに対して、俺の Wi-Fi 使うかっていう話をしたんです、フルオープンおじさんに。で、
そので、僕は兄ちゃんって呼ばれてたんですけど、兄ちゃん兄ちゃんから兄貴に途中で変わるんですけど、うん、その時はまだ兄ちゃんって呼ばれてて、フローポおじさんで、うん、ちょっと兄ちゃん来てくれって言われて、わざわざ部屋からデイルームに連れてかれて、でこの Wi-Fi 繋ぐのどうしたらいいんだみたいな話になり、 Wi-Fi 繋ぐとこに立ち入って、でその Wi-Fi おじさん、初日に入院してきた初日に Wi-Fi おじさんが、フルオープンおじさんに Wi-Fi 繋げるかって聞いてきたから、怪しいんじゃないかっていう相談をされたんです。で確かに Wi-Fi とかって足跡とか残りますよと。だからあと、まあ、あんまり信用できない人のは繋がない方がいいんじゃないかまだっていう話をしたんですよね。でもまあ、とりあえずでもその制限かかってるから Wi-Fi 繋いで早くしたいっていう話をして、その日から僕はそのフルオープンおじさん のスマホの先生になりまして、先生になりました。だから今僕 AU のカウンター立てるぐらい詳しくなりました。大丈夫ですか、おじさん。そうですね、私は立ちなんですけどこのソファってちょっと今なんかしいんですよ。ガスと今消防車が大丈夫ですか。はい、ちょっと今ですね、消防車とかが行ってるんで、ちょっとどういう状況か見てきますね。どのペース、あの、私たちめちゃめちゃするソファだよ。このソファだよ。大丈夫ですか。いつもだから、あの、すいません、戻ってきてすぐ、レモンさん、もう、まずまずで大丈夫ですか、じゃない、まずまずで使って、はい、すいません、もうね、短距離だとね、使わなくなっちゃってね、ダメだよ、痛いですけど、大丈夫、もっといっぱい来る、来るでしょ、すごい来る、マジっすか、大量、大丈夫、自動ドアに挟まってしまいましたけど、ちょっと救急車とかがすごい、私この格好でなんかちょっと嫌なやつだよ、すいません、こんな格好で、そう、今日もダナちゃんのファッション、じゃあ卒業式のね、じゃあラー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 で、下はブーツ、下はもうブーツ、下はブーツになる、もうブーツ、ムートムート、もう脱いだもん、脱いだもん、女がいてんでしょ、女子大変ですよね、そのヒールのとこ出した方がいいじゃん、ヒールこんな感じだよみたいな、ヒールこんなんです、うん、でちょっとツイキャスの方もちょっとこっちの方も、うん、あ、ここ、うん、こんなんですよ、こんな、そう、これだから結局ね、ここが絶壁だから、絶壁ここなんそう、だからつま先立ちですよ、いつもね、そう、うん、これですよ、それでよく歩ける、これで朝からずっと歩いてんですよ、よく歩けますよね、女性ね、だって北海道まで雪が、もっとこんな人いるでしょ、こっち側がなんか平らなやつはいいんだけど、うん、こういうやつは辛いんですよ、ね、これだもんね、これこうよね、こういう、本当だからこうずっとこういうつま先出しですよ、そうなんです、だからみんなバレエのダンサーになれるんじゃないかって、今超楽、ブーツ超楽楽ですね、まぬけだけど格好としてしょうがない超楽、なんかそれ女性を大変だから、僕女性じゃなくてよかったなって思いますもん、いや君の海坊主さん復帰した途端これだもの、クシリさん火事なのかなって、ちょっと今大輔さんがちょっと見に行ってくれてますけど、私も行きたかったんですけど、こんな浮かれたなりなので行けず、銀平さん、いやいや火事は笑い事じゃない、笑いって書いて、エクシーさんがあれ消防車うるさいですね、うるさいですねって、何台も来てるので、5、6台ぐらい、何台ぐらいですか、から7台ぐらい出てありますね、うん、どこですか、この今東方ストアがこの向こう側の建物、うん、今見えてる建物ですね、うん、なんていうの、あれセレスタっていうの、はい、表示があるんですけど、はい、ここの上向こう側の建物、はい、あそこみたいですね、あ、すごい本当に裏ですね、はい、裏火事ですよね、うん、消防士さんが何人か今降りて、状況を見てます、焦げ臭かったりとかはしませんけどね、なんか煙とかも出てないです、ね、煙も出てないです、でも7台来るってで、パトカーが2台、ね、で、今交通規制がかかってます、だって近くに学校ありますもんね、ある向こう、そうですね、行った時にちょっと心配ですね、うん、今ね、今
の？消防士さんですね。うん、そうだね、いるね。今ホースかなんか出してるんですか？多分周りを見てますね。そのスーパーがあるんで。そんな何台も、ガス漏れとかですかね。うん、ガス屋さんがいたんで、多分、うん、ガス漏れとかなのか。心配です、ね。この辺で建物が、ね、新しくないんでね、ここも含めてね。そうですね。で、住宅も多いんで。フルハミットさんが北中に東7丁目で火事ですねと。ありがとうございます。ここら辺ですね。すねここなんか、あれですね、フルハミットさん。岐阜からありがとうございます。不思議な感じですね。そうなんですね。これからすすきのへ出勤ですかって。はい。ダナちゃんかな。ダナちゃん。この格好だから。はい。キャバクラダナです。キャバクラダナ。キャバクラダナです。だからあれで。梅本さんお久しぶりで。うちが入院してたところに来たらもう大歓迎だと思うよ。本当。奥様たちが。これでよかったじゃん。大歓迎ですよ。まあ、ということで私が復帰した途端これだということで、そうですね。エクシーズはすごいですよね。あと消防車うるさいんですよ。しょうがないですね。すごいことですからね。まあ、僕が退院した日はちょうど猛吹雪と雷が鳴ってた日なんですね。あ、そうなんだ。うん、2月29日なんです。あ、そうだよね。そうだね、うん、だからやっぱりそうだね。札幌市のホームページで、消防出動情報が載ってるのでそれで確認しましたということで、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。今でも音なんですか？音はだいぶ収まりますね。収まりましたね、うん、ただ今なんかいろいろ確認をしてるみたいです。誤報とかだったらいいんですけどね。あんまなかったですけど、うん、警報が鳴ってとかね、そういうことならいいんですけどね、うんうん、まだそこがそもそもの交差点が、交差点の向こう側、左側には曲がれない状況になってます、まあ、ね。温度計いっぺんに来るよね。そうです。私が復帰してからは消防車も来て。何かあるんですね。何かあるんですね。トラブルしかないですね。トラブルしかないです。です来週またちょっと後半佳境に入りますから。フルハミさんいらっしゃってるから。そうそうそう。そうそうそう。取らなきゃいけないものもありますんで、来週また私が退院。大変じゃないや、そうそう、入院したもっと濃い話がいろいろあるんで、うん、来週また報告します。で、フランドさんのね、はい、ビデオメッセージですか。そう、働いていらっしゃるところで、上相撲大会を、うん、やってくださっている。そうなんです。この間の土曜日と、うん、で今度20何日にやってくださるそうで、ビデオメッセージ今この場で撮ろうと思ってるんですよ。そうですね。エクシアニさんありがとうございます。エレベーターの話聞きたいですということで、来週それは話させていただきますね。いっぱいありそうだね、うん、まだまだあります。で、古浜さんのお名前、説のというかお名前、うん、なんだっけ。そうそう、その情報大輔さんしか知らないけど、なんだっけ古浜さん、なんだっけ。聞くんですか、そこ。これから、今からセッティングに入ります。なんだっけ。ほら、フルハミさん、なんだっけ。26日ですって。あ、はいはい、届きました、あれ。で、フルハミさん、なんだっけって大輔さんが聞いてますか。だから、なんだっけ。それがないと、多分あったあったあった、先に進まないっぽいです。いや、そうだ、そうだ、調べればある。ありました。はいはい、あ、はい、うん、で、やっちゃっていいですか、フルハミットさん。捨ててくださいとか言われたらあれだから、うん、名前を一切出さない方がいいというのであればね、出さないですし。今日15でしたっけ。15です。エクシテンさん、海坊さん入院前半で大波乱ですよと。お腹いっぱいですよ、東北の珍道中より濃い。まあ期間が長かったですからね、入院は、うんうん、まだこれで中盤に差し掛かって。で、浦和さんのこれで今撮って、編集をして改めてお送りしますので、いいですか。いいか悪いかだけ。今撮っちゃっていいかっていう、それください。だったらもう改めてまた撮りますし、撮れないかもしれない。海坊さんがなかなか。履歴でダウンロードしますので、この間の紙相撲を作るのは大盛況でした。おー、うん、どうです。
ということは撮っていいってことですか、ね、撮っていいんですね、うん、でちょっと改めて編集してお渡ししますということですね。いいですか大丈夫ですかね。フラミトさんで、エクシンさんが OK、OK、はい、エクシンさんが実家に明日帰りますと日帰りでね。今さすがエクシンさん相変わらず自由な方です、うん、じゃあ、はい、名前言いますかね、はい、でもまあ悪いことするわけじゃない、まあまあもちろんじゃあ、群馬で海坊主っていう看板があった。そう、うん、ツイッターで、ね、送ってくれてたんですよ。焼きメルマさん大盛況いいな。焼きメルマさんね本当ありがとうございます。僕が、お休みしてる間あそうだ、ねね、お手伝いいただきまして、本当にありがとうございます。これでいいのかな。じゃあ行きますよ。どっちで撮ります？どっちも送ります？あそのユースの方。あじゃあこっちのアングル。うん。大丈夫ですかこれで、はい、はい、じゃあ行きますよ、はい、映ってますか。そこからないですか。別にそんなかしこまっていかなくたっていいじゃないね。いやかしこまないですけど、ウェルコミュニティ飛騨の皆さん、牛乳パックで紙相撲楽しんでいただいてますか。ありがとうございます。ありがとうございます。牛乳パックで紙相撲実行委員長の山田大輔でございます。なんか遠い気がする。遠いですね。大輔が遠いですね。で、解説行事叩き役の海坊主でございます。ね、紙相撲の力士、はい、もう先日作っていただいたようで、どんな力士できました？どうかな？海坊さん聞いて。どんな力士ができましたか？なんて言ってる？なんて言ってる？そうですか。それは素晴らしい。いよいよこの後大会ということで、はい、ね、え強い力士きっと皆さんね、うん、作れたかと思いますので、ね、対戦してまずはでも楽しんでみていただきたいというふうに思います。そうですね、はい、牛乳パックで紙相撲もうすでにですね、全国の皆さんに参加していただいております。今回ね、ウェルコミュニティ飛騨さんの方でね作っていただいた力士をお預かりして、で北海道の方にお送りいただくような感じになるかと思うんですけど、うん、お預かりして全国の力士と対戦することができます、はい、ぜひ強い力士作って、ね、岐阜県の代表として頑張っていただきたいなと思いますので、まずはでも紙相撲を楽しんでみていただきたいというふうに思います。強い力士どんな力士できるか楽しみにしてますからね。お待ちしてますよ。じゃあこの後頑張ってください。楽しんでね。行きますよ今度。呼んでね。いい。ごめんなさい、フラミトさんこんな感じですか。なんか突然で申し訳ないですって。逆にありがとうございます。フラミトさん、これあれですか、フラミトさん的になんかフラミトさんにもなんかこう呼びかける感じのメッセージなくてよかったですか。いいじゃないですか。皆様宛てでしょ。まあ、ね、皆様宛てだとは思うんですけど、ね、フルハミットさんつながりってことじゃないですかこれ。どうなの。大丈夫かな。ね、はい、お名前だってフルハミットさんって呼んでも多分誰も分からない。そうですよ。誰だってなっちゃうのもあるんだ。あいつ誰だ。いいじゃないのかな。なりますね。リッキー氏の型番と土俵は先にお送りしてあります、うん、届いたかな。ね、それで楽しんでた形になるかと思いますので、うん、そうそう、皆さん向けで。ありがとうございます。じゃあ編集してこれは終わります。じゃあということでございまして、皆さんねありがとうございます。来週の反省会では引き続き入院のね、クシンさんありがとうございます。楽しみにしていただきまして、入院の話全部すっ飛んだもん笑いってきてますね。まあちょっとね外は情報も気になるんだけど、そうですね、ちょっと後で消防車もどうなったかっていうのも気になりますけど、ね、うん、うん、本当にそこそこですね。でもなんかすごい静かですね。でもねまだ両方にいるんだ。いる、うん、ちょっとね、心配ですけれども。ふさ、慌てに慌てて松葉杖使うの忘れるとかするさ。
何何って何何って言ってこっち歩き出すわ挟まれるわそうそうそう挟まれましたけど怪我の原因いっぱいの作ってるんでここで挟まれるとは思わない決してすぐ挟まれるとは思わないですけど勘弁しなさいよまさかのねまた入院になるんでラーメン屋さんに病院送りにねラーメン屋さんに入院してくることになりますけどこうやってきたのかって言われるよフロープおじさんにフロープおじさんは帰ってきてほしいんですよちょっとこれまた詳しく来週の話しちゃうんですけどもうね LINE のやり取りとかしてますから柔らかよしじゃんそうでこういう感じになってるんで、もう待ってますからあのフロープおじさんはねなんだそれはということで、クシャンさんどうなったか確認してくださいということで後ほどねちょっとそちらも見てこようかなと思いますでは皆さんまた来週元気にお会いしましょうやだよありがとうございましたさよならさよなら